んにちは、木下ゆうかです。今日はね、じゃん、今日食べるインスタントラーメンは韓国の有名なインスタントラーメンのメーカーさん、パルドーさんからご提供していただきました。汁なし炒めヌードル、ホット超辛うまタッカルビ、チーズ超うま辛タッカルビ。これですね、韓国のメーカーさんだけど日本用に発売されてるっぽいですね。こんなね、素敵なお手紙もいただきました。木下ゆうかちゃんへ、こんにちは。僕は韓国インスタントラーメンメーカーパルドの商品開発部の担当者ジョと申します。2018年にゆうかちゃんが弊社のチーズタッカルビ麺の映像をアップロードしていただき、あれですね、めちゃくちゃ美味しかったです。私もすごくたくさんいろんな視聴者さんに見ていただいてありがたかったです。お米が炊けました。売り上げにすごく力になりましたが、今は他の問題で輸出ができなくなりました。でも去年9月に袋麺タイプでチーズタックルブレーをまた日本のマーケットに販売して、少しずつ販売先を広げています。この商品は本当に美味しいです。他に言葉はいらないです。ぜひ試してください。よろしくお願いします。ここに I love 木下ゆうかという親近感あふれる写真を載せてくれてますね。いやでもなんか韓国の人のこういうなんかわかんないけど情熱的な言葉をはっきり言えるの、この商品は本当に美味しいです。他に言葉はいらないです。多分言えないじゃないですか、日本のメーカーさんとかって。いいですよね、こういうの見習っていきたいものです。じゃあ作り方いきたいと思います。パルドー、材料です。パルドーさんのチーズタッカルビ5袋ずつ今日は食べますね。玉ねぎ、鶏肉、キャベツ、調味料でコチュジャン、お醤油、ニンニク、生姜、みりん、チーズです。じゃあキャベツを切ります。じゃあちょっとキャベツの切り方皆さんに教えます。まずここにキャベツは芯がありますよね。で芯を避けて上半分を切ります。まあ、こっちは普通にもうザクザク切っちゃっていいわけですよね。まあ、お好みの大きさでいいですね。はい、メルちゃん興味津々ですね、今日も。でここはですね、芯があるじゃないですか。なので芯を避けて切ります。キャベツのいい切り方あったんですね、知らなかったですね。私は今までも芯もみじん切りにして食べていましたね。そしてこの最後残ったやつは、まあ、芯を避けてちょっと切りますね。はい、これでもう綺麗に芯が取れました。で玉ねぎを切ります。もう新玉の季節は終わったんですかね。まあ、玉ねぎは普通の細切りですね。で鶏もも肉を切ります。鶏もも肉は一口サイズですね。はい、玉ねぎ、キャベツ、ちょっとこれチンしたから早いですね、火の通りが。ちょっと塩かけた方がね、しんなりするのが早いと思うからね、塩かけますね。でみりん、お醤油、生姜とニンニク、でコチュジャン、ちょっと調整しましょうね、コチュジャンはを入れて炒めます。おー、これだけでも韓国風鶏炒めですね。これだけでいいおかず、いいおつまみになりますね。ちょっと味見してみます。うん、ちょっと辛くしすぎちゃったかも。だめ、蜂蜜入れます。うん、いい感じです。はい、じゃあこちらがパルドーさんのチーズタッカルビ麺ですね。で中身を見てみましょう。まずはチーズの方から。麺はちょっと中太ぐらいですね。私の韓国の好きな歯応えのある麺って感じで、チーズの袋と、これはちょっと辛いやつでしょうね。次はホットの方です。麺は一緒ですね。ソースと火薬が入っています。中に入ってるのはこういうソースと、あとこっちがチーズの粉ですね。ごまが入ってるのかな、こっちのチーズタッカルビの方のソースは。これがホットの方です。ほら、こっちはごまが入ってない。これが火薬ですね。ごまと海苔、火薬ってかトッピングや。じゃあ麺を茹でます。これね、なんか麺の茹で時間って1分半でいいみたいで、1分半茹でてお湯を切って、その後1分炒めます。ソースを絡めて、
ちら激辛の方です。はい、じゃあね、これでね、盛り付けます。チーズの方は先にね、粉を混ぜ込みます。いいと思います。じゃあ盛り付けました。こっちが辛い方でこっちがチーズですね。やっぱりちょっとなんか画面上では分からんかもしれないけど、こっちの方がね辛そうな色してます。こっちの方がちょっとチーズ絡んでそうな色してます。でトッピングをね、だから辛い方についてたトッピングをつけます。はい、皆さん、ここ露骨に穴が開いてるの分かりますか？私がドーナツが好きだからというわけじゃないんです。はい、ここにちょっと見切れてましたね、しかもチーズが。じゃあチーズをかけたいと思います。美味しそうですね。ここにチーズ入れます。なんか一時期 UFO チキンって流行ったじゃないですか。チーズを真ん中に置いてチキンをつけながら食べるみたいな、それの今回ヌードルバージョンですね。うぃ、マジチーズはテンション上がりますね。はい、美味しそうだ。じゃあさらにチーズをかけますね。もうちょっと入りそうなんで。美味しそう。はい、でさっきね作った具を乗せたいと思います。チーズの周りのね花びらのように美しいですね。料理はね盛り付けが命ですからね。まあ、私はね一番苦手な部分なんですよね。いつも通知表ではね頑張りましょうをもらうところなんですよね。はい、ここにもちょっとチーズが乗りますね。お堀を作ったので、ちょっとチーズがね 800g ぐらいこれ入ってますね。じゃん、めちゃくちゃ美味しそうにできたと思いません？今日はですね、コンロの上にこのお鍋をね置いてるんで、このチーズを溶かしながら食べたいと思います。絶対美味しい。うお、美味しそうですね。うおー、あ、全然伸びなかった。美味しそう。あ、違う、こっちは辛いやだ。やべえやべえやべえ、辛い方を食べようとしてた。死ぬところだった。美味しそう。こっちは辛くない方、チーズの方ですね。混ぜそうよ。わあ、絡んじゃって。やば、チーズ。目に入る。やばいかも。失明の危機だ。熱々や。キャー、美味しそう。うーわ、ちょっとみんなに見せたい、ここ。見てよ、チーズが流れてきた。ネギも入れよ。あ、チーズ美味しすぎる。マジチーズが香ばしい。あれやっぱね、おネギが最高だね。おネギとチーズのね相性バチバチだ。これはやばい、美味しすぎる。このチーズの方はね、ちょっとこの味に甘みがあってめちゃくちゃ美味しい。あ、でもこれはあれかな、炒めたチキンの甘みかな。蜂蜜結構入れたかな。まあ、私はね、辛さの中に甘みがある食べ物が好きなんですよ。でもね、この甘みはチキンの方なのか麺に入ってる甘みなのか分かんないけど、まあ、どっちにしても蜂蜜かければいけます。鶏肉も美味しいね。鶏さん美味しい。はい、じゃあここでですね、今日のドリンクを紹介してみましょう。パパパパッパパーン、レモネード。私ドラえもんの真似マジでマスターしたい。レモニカー。最近のバサドラちゃんで言うとレモネード、レモニカー。え、こっちが似てない？わかんないけど。これはレモネード専門店レモニカさん監修ですね。え、こんな色？ちょ、見て見て、これこの中に入ってるからかな。え、紫なんだけど、ピンクグレープフルーツみたいな色かなこれ。あ、でもなんかグレープフルーツも入ってるわ。でもレモンがいっぱい入ってるけど、レモン、グレープフルーツっていう順番で書いてある。飲んでみます。美味しそうだ。でも、美味しい。結構しっかり甘いレモネードですね。まあ、人によってはちょっと甘さをしつこく感じるかもしれないぐらいの甘さを感じます。私は好きですよ。ちょっと前飲んだなんかレモネードのドリンクの方が飲みやすかった。美味しい。でも、はい、じゃあね、そろそろね行きましょう。辛い方です。まあ、とりあえず最初はあのチーズとかつけずに食べてますね。辛いです。でも辛いけど暴力的な辛さではない。結構まあしっかり辛いけど、まあまあ、辛いねって感じの辛さかな。他
かった、今ので伝わったかな。まあちょっと木下はね、辛いの無理なんでチーズに行かせていただきます。でも辛いのを対策して食べるのが美味しいんですよ。結構何回も言ってますけど、いや辛いなら食べなきゃいいじゃんとか言うけど、いやいやいや、辛いのを食べる意味分かってないよ、その人は。私からしたらね、って感じです。こっちとら YouTuber じゃい。私の中では別に YouTuber さんっていうのはもう自由な職業だと思ってるから、もう嫌だなって思うこと別にする必要ないんですよね。自分でやりたいことを選んでるからね。そうだよね、メル、バター入れたら美味しいんじゃない。チーズ入れたら全然いけますね。美味しい。マジそうよ、マジそうよ。はい、木下さんね、ちょっとね、やりたいことが見つかりました。木下ゆうかには夢ある。はい、知ってますか皆さんは。今の分かった人いるから、バターです。これをですね、ここに、はい、入れます。わー、ホットケーキみたい。で混ぜますね、やっぱし。あ、もう全然辛いのと辛くないやつ結構混じっちゃった。まあ、いっか。重い固まっている、箸折れそう。あ、いいえ、バターさんがね出てきましたね。ここにバターの断末魔が聞こえます。あれ、なんか焦げたくなってきた。あれ、ちょっとすごいスピードで焦げたんだけど。こんなに焦げますか。早い。バターさんがまだここにいらっしゃるんですけど、ちょっとバター仕事して。お前のポテンシャルはこんなもんじゃねえはずだぞ。信じてるぞ、バターの力を。はい、バターは地球を救いますね。はい、皆さん、またちょっとドーナツを作っちゃいました。木下さんはドーナツが好きだからドーナツを作ったわけではないんです。これには深いわけがございましてですね。はい、なんかもんじゃ焼きみたいで楽しいかも。こんなん絶対うまいやつじゃん。やばすぎ。この辺取れんわ。はい、じゃあここにちょっとですね、湖を作りました。バターのね、じゃん、卵さんを投入します。ブワーン。あ、いいんじゃないでしょうか。グツグツしてきましたね。電気コンロ、電気ヒーターっていうのはすごいですね。ちょっとつけたらもうすぐ最強みたいになりますね。はい、じゃあここにね、目玉焼きを作ります。天才気のしているか考えましたね。あー、チーズがこのレベルだとまだ美味しいんですよ。全然許容範囲ですよ。いやー、美味しそう。あ、食べたチーズが美味しい。バターも絡んでこのまろやかさアップですね。じゃあこの卵につけてみましょう。でガッチャガチャにね混ぜようかなっていう。絶対美味しいやんこれ。天才かな。卵全部入れちゃおう。めちゃくちゃ美味しい、マジで。やばい、ホットプレートっていいね、マジで。一人暮らししたらね、ホットプレートおすすめですね、やっぱり。最後の一口いただきます。完璧です。ごちそうさまでした。タッカルビ麺とレモニカ監修レモネード、あー、でもピンクってここに書いてあるわ。はい、とっても美味しかったです。いや、もう今日のアレンジはね、神アレンジでしたね。もう多分そのまま食べても超美味しかったんですけど、あれを混ぜたらね、もうマジで超ごちそうになります。いやー、いいですね。ホットプレートで食べてたら、こう食べてる途中でいろいろアイデアが浮かんできて、いろんな美味しい食べ方ができますね。いや、とっても美味しいので、皆さんもぜひぜひ食べてみてはいかがでしょうか。本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひお願いします。明日も世界中のみんなが美味しいものを食べて笑顔で過ごせますように。レッツイートアンドスマイル。皆さん、自分のためにも、自分の周りの大切な人のためにも、うがい、手洗い、マスク、ソーシャルディスタンスなどね、対策などしっかりして毎日楽しく過ごしましょう。バイバーイ。